どうも、チョコレートプラネットの曽田です。アシスタントのキッチン二郎です。さあ始まりました、チョコレートプラネット6秒クッキング。久しぶりです。はい、ちょっとこのコロナ禍で、はい、ちょっと撮れなかったんですが、今回ちょっと久しぶりに撮ってみようと思います。はい、ちょっとバージョンアップしましたんで。はい、はい、バージョンアップバージョンアップしましたんで、やっぱり。ああ、なるほど。万全の。万全の体制で挑みますので。はい。今日はちょっと、もう夏ということで。はい。冷やし中華、始めましたです。冷やし中華？はい。いけます？始めましたよ。もうハムなんか切ってあるじゃないですか、もう。これはもう本当にね、知ってますね。コロナでなんか、切らないと販売できないらしいですよ。ハム？卵とかも生じゃ選べないです。うん、なんかこう丸だと、なんかシャーレあるじゃん。うん。培養するやつ、菌を、うんうん。なんかあれを想像させるからって言って、なんか。ダメなんだ。なんか菌が寄ってくるらしいな。で、今こう、もう丸がダメらしい、基本的に。そうなの？そうです。さあ、この丸いボールにです。丸いじゃねえかよ。どう行くんですか？もう本当にもう、一瞬ですよ！まあ6秒だから、はい、もう、これ、1でしょ、うん、あ、その銀のボールに作るんですか？もうこっちで作ります。でもキュウリはもう普通にテーブルの上に置かれちゃってんじゃん。大丈夫です。ちゃんと拭いたもんね。ちゃんと拭きました。はい。で、1で、もう2。え？で、で、3、4、5、6にしましょうか。いける？これが、これが、そうめん、だしと白だしです。ああ、なるほど。はい。うわー、ちょっと緊張します。できるかな。いや、何久しぶりなんで、本当にちゃんとやってよ。できるかな。なんかこうか。いやできるか。ちょできるのか。いや待って。もうまだやって始まってないですよ。いやじゃえ。ダメ。なになに。ビビ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 。こういう感じで始めてませんでした？ いつもやってないですね。ちょくちょくはそのずれ。なにダメですよ。まだ始まってないですもん。何やってんすか？いやいつもどうしてたっけ？いやいつも用意スタートから、用意スタートで、で、わーって出して、で、これをこう、いやこうとかやってて、ビビ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 、いつも、どうでじゃなくて麺はまだ今あれだったけど、もうそこまでやっちゃったらもう工程も全然ないじゃん、もう。工程全然ない？じゃあ、これをは、いや何やってんですか？どっち怖い。いや、こっちじゃないよ。何やってんの？いや、怖いよ、こっちの方が。なんか忘れるもんね、なんかね、人って。いや、もう、こうできるよ、これは。だって、これを入れてこれだけなの。怖っ。すいません、ちょっと本当に。頼むよ。申し訳ない。ちょっとほんと申し訳ない。だから、ちょっと、やりましょう。ダメだって、なんかちっちゃくするとかも。なんですか？補足だよ。もっとちゃんとしてたじゃん。もっとちゃんとしてた。ほんとに？ほんとだよ。嘘だよ。そんな。いや、こんな補足じゃなかったよ。無理だよ。だって無理じゃん、6秒なんて絶対。いや、それをなんとかしてきたんだよ。ちょっと待って、じゃあ。触らないでください。食材に触らないでください。そう、じゃあ分かりました。はい。OK です、OK です。では、6秒クッキング、よーい、スタート！ 1、2、3、4、5、6、どうしよう、どうしよう、どうしよう、スタート！ちょっと！いや、もうやってることも、中山きんに君さんでしょ。いやもう、最初の立ち振る舞いから含めて、もう、きんに君さんじゃん、もう。いや、もうダメじゃん。できました！ぬる中華っす。ぬる中華できました。ぬる中華。冷やしじゃない。ぬる中華っす。うわぁ。じゃあちょっとこれ、ちょっと食べていただきたいと思います。すいません。
あ、これ、あ、ちょっとすいません。ちょっとすいません。こっちのメンツが空いてなかったんですね。でももう6秒経ってますか。そんなの事前にチェックしといてもらわないと。こっちしか入らないんです。すいません。これ何なんですか。ミスです。これ白だしです。ちょっとこれ食べていただきたいと思います。はい。はい。さあ、それではちょっと食べていただきましょうかね。はい。はい。ちょっと消毒して。はい、いやでも見た目には普通に匂いもね、はい、冷やし中華です。ああ本当ですか。はい、麺もこれちゃんと一回流水かなんかでやんなきゃいけないやつでしょ多分。まあまあまあでもそれをあえてっていうやつですね。あ、そういうやつ。それがロック秒クッキングなんで。ちょっとまたうわ久しぶりだな、なんか嫌だな。いただきます。はい、ちょっとハムでなんとか。どうですか。どうしました。どうしました。ちょっと待って、これどうしました。え、待って待って待って、どうしました。ちょっとさっきの白だし持ってきてくんない。ちょっとちょっとこれ酢ですよこれ。え、あ、これ酢ですわ。酢ですわこれ。いやちょっと勘弁、勘弁してくださいよ。いや待ってよ。けどね、俺はこれすんごい好き。いや酢いけるタイプ。じゃあ酢が好きだから。酢いけるタイプの人間だったの。マヨネーズとこの卵との、うん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 、あれで。うん。うまい。うまいんかい。うまいうまい。俺まさかの。いや、今回はちょっとこれ冷やし中華だとはちょっと言い切れないけど、はいはいはい。これはこう夏にぴったり。酢麺。うん。酢麺。酢麺。うん。はい。ハムとかと一緒に、これよく混ぜれば全然いけるわ。ああ、量的には。うん。意外といけるね。意外といけるじゃない。これ全然いける。マジで。うん。マヨネーズがやっぱ効いてるから。マヨネーズの、うん。なんだろう。まろやかさ。まろやかさとかコクで、なんとかやってるけど、これちゃんとこうやって混ぜて、うん、この卵と、うん、ハムと、うん、このマヨネーズちゃんとこれちょっと絡めて、うんうん、かき込まないでちゃんと。うん、うまい。うまい。うまい。奇跡。みんなも、スープ作ってみてね。